我ら鉄血の子は今こそ父のために。悪いな、マジで行かせてもらうぜ。リーン、ユーシス、行くよ。全力で行きます。そちらもどうか。ごめん、あとはお願い。任せろ。火をつかめ、ノーブルライズ。神道滅却、見え。やるね。だが勝負はこっからだ。よし、そこまでだ。強制観察を開始する。もう一度、これでとどめだ。ジャスティスバント。倒れるわけには。ごめんかも。ここまで力をつけたか。惜しいな。私の番ね。少々本気を出そう。覚悟はいいかな。アグリオス、キャリバー。負けない。すまない、助ける。負けてたまるか。僕の番だな。お任せください。今から魔法をかけて差し上げる。お気用でブリリアントシュート。ちょっぴり飲みすぎてしまいました。行くわよ。そこ俺の番だな。負けてたまるか。あとは任せた。うん、頑張るよ。やべ、よし、やっ、さあ、解き放て。僕の番だね。やっ、まさか。行くぞ。あ、崩れた。続けていくよ。私の番。今です。行くわけ。行くわよ。さあ、先に進みましょう。なかなかやるな。よし。よし、まだ。今だよ。先に行くがいい、リン。新七組。わかった、新七組先行するぞ。確かにこちらへの対処も必要ですね。ま、あとはおっさんたちが何とかすんだろう。ああ、僕疲れちゃった。ガーちゃんも休憩していいよ。ミリアム、クレア少佐に、レクター少佐も。さすがに甘いと思うが、負傷の弟の全力見極めたくなったのも確かだ。望むところです、兄上。僕たちも助太刀する。アークス駆動、限界までサポートするよ。気があるみたい。はい、はい、
すでに自我を失い、そして赤は棒。終焉の儀式。了解。どうやら一区切りですね。やっ！この先は七だが、行くぞ。はい。それよりリーン教官、来たか、招かれざる客。この後に及んで挨拶は結構だ。それから帝国学術院知性の長にして黒のアルベ黄色の魔女や説明の手間が省けて助かるよ。どの口が。まず二つ聞かせても、そして黄昏をしだが、帝国にかけられた巨大な呪い、いやか、その呪いというのが大いなる一バリマールとも関係があるらしいが、呪いを完成させるって。1200年前に存在していた炎、その創国の果てに生まれた鋼を。しかし力はとも、そうして暗黒竜、もちろん1年半前の内暗黒竜やそれぞれの事件にのいかに事情があったとして露見した場合のコストにも見合わない。普通ならば理性、黒幕は小貴族の将か、彼らは個人としてはそうですな。ああ、四大名門の圧力や結社の使徒の入れ知恵もあったが、取り調べで彼らは言っていた。まさか。世や宰相の件にしても、ハーメルの件にしても、この国では信じられぬ愚行が時に突発的に起きることがある。帝国の歴史は血と炎にまみれている。他のどの国よりも遥かにな。なるほど。それが大いなる一だが人や社会というその具象化された極み、14年前のハーメルの悲劇だよいつか必ず。ちなみに取り除くこそバカバカしいとは思う。だから私は逆に大いなる一は強大だが、もしより練られた一つの葉、世界を闘争の原理で染め上げ人を遥かなた、バカな。これほどそれを導くのが鍵となるのがアルティナタ。そう、そこに大地の司法を見守るために女神に使わされた存在だ。大いなる一を抑えるために知性と魔女に協力した。900年前に汚され、呪いの大半を引き受け、己の存在を聖地ごと深淵に封じた存在。それを剣でほふることで大いなる一を真に完成させる。その剣を完成させることが戦術核と完全同期した不死の聖獣をほふれる鬼神用の武装を錬成。彼女こそ自らの命と引き換えに終末。バカな。それがミリ。うん、
因果な。殿下もそれを。予想の斜め上。どうしてそんなことができる。あなただって大切な家族がいるはずだろ。そんな非道なこと、どれだけあなたの娘が。それは今の私は知性の人としてのせい、そしてそのために私はあらゆる技術を集め OZ にフィードバックし続けてきた。時にクロスベルの錬金術師からホムンクルスの技術を盗みながら、時に暗黒時代の魔導士どもに魔公兵の技術を与えて発展させながら、時に超一流の両兵どもに武器を渡し、その戦闘データを取り込み、時に結社の13工房に参画し、エプスタインの皇帝にも取り入り、時に大陸最大の重工業メーカーラインフォルトの力を利用しながら。と様、お嬢様。義理は果たし、あれは赤き翼か。果たして間に合うか。まあよい、今は任せよう。今こそ我らの使命を果たすとき。ギリア・ソーズボーン、それがあなたの意志、全力で阻止させてもらう。そんなふざけた。バンダールの剣と遊戯版の祭司。面白い。あなたが出る必要はありません。間もなく赤も復活し、ならば先にせ彼らも。それは確かに好きにする。ギョイ、しまった。汚れし女神の聖獣。名も原型すらとどめてなさそうですね。7組総員迎撃開始。タイミングを見計らって切り札を使うぞ。イエスサー。